こんにちは皆さん、今日の動画の雰囲気がいつも通り違うんじゃないですか。なんかこれから本当にみんなに見せてあげたいという動画があったんで、すごく楽しみにしてください皆さん。はい、これから始めます。すごく賑やかになりますよ。本当に僕は今実際に見てるわけじゃないけど、友達が動画を送ってくれて、で動画を見た時は超びっくりしていて、僕の出身というか僕は今住んでるところはニューデリーなんで、で友達がムンバイにいるから友達が動画を送ってくれてすごく嬉しくて、ありがたいなという気持ちぐらいあって、で今日本の方がこういう祭りについて分かってるか分かってないか自分でも本当に僕は分かんないんですけど、でもなんかちょっとやってみたいなと思っていて、なんか日本ではですね、こういうなんか神様は象さんという名前で結構人気があると思うんですけど、とりわけインドの中でムンバイってすごく人気があり、こういう祭りですね、祭りの前はガネッシュ・チャトルジーと言いますね、ガネッシュ・チャトルジーと言っていて、でこういうガネッシュ・チャトルジーはなんか最初的には僕はガネッシュさんについてはすごくちょっと言いたいことがあっていて、それはですね、ガネッシュさんはなんかなんていうかな、なんか知恵の羽と公園の神様として今本当にインドの中で崇拝されてますし、とかでこういう10日間のね、10日間にわたる祭りはすごく楽しながら皆さんが家族と一緒にとか友達と一緒に祝ってるんで、でこういう10日間の中にガネッシュスタープナのためにうちに持ち帰り、10日間毎日祈りとボブをとか提供しますね。でこういう10日間の中に、なんかこの話が本当にしたいんですけど、でもこんなに賑やかなったらさ、自分でも大きな声で叫たいなと思うんじゃないですか皆さん。なんかちょっと羨ましいな、なんで僕の友達がここにいるのっていうのをな、本当に僕もいたいし、みんながめっちゃテレビでもしながら家族に見せあげたりとかもよくするんで、いやなんかやりたいな僕は、自分でも本当に なんかなんていうかな、もし万が一僕は来年この同じ間にさ、なんかインドにいたら本当にムンバイにこういう祭りを見に行きたいなと思ってるんですけど、いやどうしようかなマジで、こんなにやれて、いやすげえなあれはね。あとはただいやいいじゃんいいじゃん、まあなんか最高じゃないですか。あとそういう10日間の中になんかガニスさんが食べてるものとかですね、すごくあってて、例えばですね、僕はこういう食べ物の中で本当にちょっとだけ分かってると思うんですけど、デリであんまり食べてないかな、いや本当に個人的な意見なんで、いやまあみんなインド人通して言ってるわけじゃないんで、で僕はあのなんかガニスさんはモーダシーラモティチュールラッドサトリとメドワダというみたいな食べ物がそういう10日間の間に食べてるんですね。あとはゾウさんはどなたですかみたいな感じで、もし日本の方とかインドの中でもまあ人たちが思っている方がいたら、これがロールシワとかゴーレスパールティの息子さんですね。いやーなんか僕は本当にゾウさんが好きなんで、あとは今の混んでる場所がなんかすごいな、めちゃくちゃすごいな、本当に行ってみたいなマジで、本当に行ってみたい。であとはそういうアナンタチャトルジー氏では神社はオモガネーシャの具像を水域に、まあなんか海があるところにね、海があるところに、まあ水域と言うんだけど水域に渡しますね。その時はそれがちょうど10日間の終わったところに祝福するんで、あまあみたいな祭りなんですよね。それがすごい長い祭りなんで、なんかインドですね、なんか本当になんかなんていうかな、友達もそう言われたことがあるんだけど、なんかインドでは大体祭りとか結婚式とか誕生日とかについてみたいなイベントはですね、すごいなんか長期間という感じてますね皆さんが。インド人もそう感じてるんですけど、外人というか、まあ、外国人もそう思うんじゃないですかねと思っていますので、ね、だからそういうガネーシャ・ジャトルジはあのガネーシャのなんかなんていうかな誕生日記念日としてすごく言われてるので、なんかニューデリーでそんなに人気ではないんですけど、まあ祝ってる人たちもいるんですけど、でももともとこれはムンバイの中ですごく祝っていてというみたいな祭りがあって、もう皆さんが見てる動画もなんかすごくないですか、本当に行きたくなるんじゃないですかね皆さん。でもしなんか2023年にこの大体なんか8月と9月の間にこういう祭りが呼ばれてるので、
なんか本当にダリからとか日本からとか、もしもめに行きたい人たちがいたら教えてくださいよ。なんか一緒に行こうよ、行こう行こうね。あとマジでここまで動画見てくれてありがとうございます、本当に僕もすごく面白くてなんか楽しくて動画見てて、あとみんな友達にも本当にありがたいなと思っています。で本当にありがとうございます、動画送ってくれて。ではまた話しましょう。じゃあねー。